高岡市は富山県北西部の市である。県庁所在地である富山市に次ぐ富山県第二の都市で県西部の中心都市である。加賀藩主前田利長が築いた高岡城の城下町として発展し、高岡城の廃城後は商工業都市として発展した。伝統工芸の高岡銅器に代表される鋳物の生産が盛んである。高岡の地名は 司教の一節、法王、名誉浮かれた顔かに由来し、前田敏長が築城と平家町に際して名付けた、随称地名である。高岡市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 面積は209.38 k 平方メートル、富山県の面積の約5%を占めている。面積の内訳は36.22 k 平方メートルが、宅地5 6 9 2 k トルが、農地22.7 k 平方メートルが、山林2.21 k 平方メートルが、原野85.44 k 平方メートルが、公有地。 5 8 9トルが荒れ地となっている。また、高岡市の地域は南北に1 9 2トル、東西に2 4 5トルにわたる。市の周囲は1 2 5 9トルであり、海岸線の総距離が日本で3番目に短い富山県で考えると同じぐらいの長さになる。富山県の4の市、石川県の2の町、合わせて6の市町と隣接する。 雨、ミガンと立山連邦を隣接する氷見市との境から市の南西部にかけて150メートルから300メートルぐらいの山々が連なり、特に氷見市近くの二条山を中心とする二条山丘陵には高い山が集まっている。小川と小矢部川が流れ、支流が市内を縫っている。小さな河川も含めると十数本の河川が市内を流れている。 日本の渚百選にも選ばれるアメハレ海岸が、市の北部にある。海水浴場がひしめき、夏場は海水浴でにぎわう。また、海岸の沖に、高岡市唯一の島である男岩がある。近くには、女岩という岩もあり、こちらは、立山連峰と重なる風景で有名。市の中心部及び北部から、東部は、伊水平野の一部である。一方で、 トナ平野の一部である西部から南部では、三居村の風景も見られる。トナ平野のおよそ220平方キロメートルの平野部に屋敷林に囲まれた7000軒を越す屋敷が点在する。山岳峠河川故障当初機構は、日本海側機構で、豪雪地帯に指定されている。風上に、能登半島があるため、 風が弱まる雪雲が停滞しやすく、沿岸部にある、不思議観測所でも雪が多い。例年の最新積雪は50から60センチメートル前後であるが、平成18年豪雪では、最新積雪104センチメートル、2011年には、最新積雪127センチメートルと近年でも1メートル超えの積雪を記録している。いわゆる三八豪雪の際には、 都道府県庁所在地として1位の福井市の記録 213cm を上回る最新積雪 225cm もの豪雪を記録している。2019年の気象記録では平均気温は摂氏14.7度、平均湿度は79%、年間走行水量は約 2559.5mm、日照時間は1820.6時間だった。 人口3720人。高岡市中心部の一角をなす地域。高岡市役所がある。人口9595 95人。高岡市中心部の一角をなす地域。JR 高岡駅がある。人口8651人。1925年8月1日に高岡市に編入された旧伊水国下関村だった地域。 人口7,090人 JR 高岡駅北西の地域人口6,286人1928年6月1日に高岡市に編入された旧伊水郡横田村だった地域人口7,197人1928年6月1日に高岡市に編入された旧伊水郡最上村だった地域 人口3243人。高岡市中心部北園の地域。人口8748人。高岡市中心部北園の地域。人口2656人。1933年8月1日に高岡市に編入された旧伊水郡二条村だった地域。人口11596人。 1942年4月1日に、高岡市に編入された旧伊水郡農町村だった地域、人口8761人。1951年4月4日に、高岡市に編入された旧伊水郡、牧野村だった地域、人口16681人。1942年4月1日に、 高岡市に編入された旧伊水群の村だった地域。住宅地が広がり、市内最大の人口を抱える。人口3736人。1942年4月1日に、高岡市に編入された旧伊水群に塚村だった地域。人口5665人。1942年4月1日に、高岡市に編入された旧伊水群佐野村だった地域。 人口2882人。1949年1月1日に高岡市に編入された旧西都並郡福田村だった地域。人口5414人。JR 高岡駅南西の地域。人口1049人。1954年4月1日に高岡市に編入された旧西都並郡小瀬村だった地域。 人口3370人。1955年4月1日に高岡市に編入された旧西都並郡立野村だった地域。人口4743人。1953年10月5日に高岡市に編入された旧西都並郡東五井村だった地域。人口1322人。1953年10月5日に 高岡市に編入された旧西都並郡、石邸村だった地域人口3797人1951年3月17日に高岡市に編入された旧西都並郡国吉村だった地域人口2845人1942年4月1日に高岡市に編入された旧伊水郡森山村だった地域 人口12,208人。1942年4月1日に高岡市に編入された旧伊水群伏木町だった地域。市北部の中心部。富山県内で最も早く明けた地で、古代は越中国の国府が置かれた。伏機港ができてからは高岡の外港として栄え、現在は化学工業や製紙工業が盛ん。人口2,850人。 1953年10月5日に、高岡市に編入された旧姫郡を大田村だった地域。高岡市の北端にある。市内唯一の旧姫郡だった地域であり、旧姫群唯一の現在姫市でない地域である。人口13,734人。1966年2月10日に、高岡市に編入された旧西都並郡戸出町だった地域。 市南部の中心部。人口6644人。1966年2月10日に、高岡市に編入された旧東都並群、中田町だった地域。旧西都並群福岡町。人口3071人。旧福岡町の中心部で、町村製止校当初から福岡町だった地域。JR 福岡駅がある。旧西都並群福岡町。 人口3961人。1940年2月11日に福岡町と合体した旧西都並郡、三大村だった地域。旧西都並郡福岡町。人口2465人。1940年2月11日に福岡町と合体した旧西都並郡、大滝村だった地域。旧西都並郡福岡町。 人口2073人。1954年8月1日に福岡町と合体した旧西都並郡西五井村だった地域。旧西都並郡福岡町。人口488人。1954年8月1日に福岡町と合体した旧西都並郡を暗い山村だった地域。高岡市の西端にある。旧西都並郡福岡町。 人口1310人。1954年9月15日に福岡町に編入された旧西都並郡赤丸村だった地域。明治時代の田園風景古代、現在の高岡の郊外は越中国の国府であり、そのため746年に国士として大友やかもちが赴任し、在任した5年間にとても多くの集家を残した。これは、 高岡市が万葉の里と呼ばれる由来であり、現在も行われている高岡マハ祭りのメインイベントである万葉集全20館老将の会にも受け継がれている。近世になると1609年に加賀藩主の前田利長が高岡城に入り、高岡の町が開かれる。この1609年の会長により、近世高岡の文化が始まる。開け町の当時は、 五千人にも満たない人々で町が構成され、城の周囲や南の大地に侍屋敷が配置されていた。だが、1615年の一国一条例により、高岡城はなくなる。当時、城の内城下町は衰退していくと言われていたが、前田利常の高岡の人々の転出を規制し、商業都市への転換を図るという政策がこうを、そうしたため、 高岡は発展の道をたどり始め、高岡の商工業の街としての歴史が始まってゆく。高岡銅機や高岡式などもこの頃から始まった。近代では、1889年4月1日に、青森県の弘前市などの全国30都市とともに、市政が施行され、日本初の市の一つとして、高岡市が誕生する。この頃から、での易が、 盛んになってくる。現代では2005年11月1日に隣接する福岡町とともに旧高岡市と旧福岡町を廃止し、旧市と旧町をもって新設合併し、新しく高岡市が発足する。2017年次年度以降に従前の予算編成を行った場合、40億円以上の財源不足が生じることが判明。 公共事業や補助金の廃止、抑制を打ち出すとともに2018年度から5年間を期間とする財政健全化緊急プログラムを策定した。高岡市の歴代市長は以下の通り、市議会高岡市議会は定数27人の議員で構成される。定例会と臨時会があり、定例会は3月、6月、9月、12月に行われる。 富山県議会衆議院市役所警察署消防署、郵便局伝統産業としては、盆昇や仏具などの同期製造が全国的に有名である。高岡大仏に生かされている。また、高岡漆器や高岡仏壇も有名である。豊富な水を利用した水力発電のために電力が安いことからアルミの製品の生産が発展している。現在でも、 アルミの建材の出荷は多額で三峡立山アルミの本社や陸ルの工場がある。事業所を置く会社としては、隣の都並市で創業された大手運輸会社の一つ、都並運輸の本社がある。また、創業者のゆかりの地という経緯から、読売新聞の北陸支社が設けられている。他に、昭和ノートの本社、チューリップテレビの本社、 北陸コカ・コーラ・ボトリングの本社もある。国勢調査による産業就業人口は、第1次産業が1868人、第2次産業が28,097人、第3次産業が54,505人だった。高岡市は高岡のものづくりの産業を知ってもらうため、独自の科目、ものづくり、デザイン化を取り入れている。現在、 高岡市内の小学5年生と、小学6年生と、中学1年生が、ものづくり、デザイン科を学んでいる。富山大学高岡キャンパス保育所図書館博物館、美術館、動物園高岡市美術館、ホールウィングウィング高岡高岡関の神社、伊水神社、下田神社、商工寺国体寺随流寺、高岡大仏、豊桁名畑祭り高岡市内の国、県。 市が指定した文化財は以下の通り。国宝、重要文化財随流寺物殿菅野家住宅、登録有形文化財重要無形文化財、重要有形民族文化財、重要無形民族文化財史跡、特別史跡重要伝統的建造物群保存地区、有形文化財無形文化財無形民族文化財、史跡天然記念物と山県と高岡市は、 近世高岡の文化遺産群として、高岡市の文化財の世界遺産への登録を目指している。文化庁の選定する国内遺産候補法入りは一時継続審議となって、いたが結局見送られている。現状では、世界遺産登録への道は、まだまだ遠いが、県や市、市民などが一体となって、世界遺産登録に向けて活動している。JR 西日本。 愛の風と山鉄道高岡駅 JR 西日本、新高岡駅高岡 IC 西日本旅客鉄道3路線9駅、日本貨物鉄道1路線2駅、愛の風と山鉄道1路線4駅、万葉線2路線17駅が所在する。市内の鉄道路線と駅は以下の通り。高速バス路線バス旧高岡市長現在の高岡市の市長は、 福岡町との合併後に制定されたものである。公募されたものの中から4つに絞られた後、市民へのアンケートを経て決定した。デザインは、こうの字を図案化したもので、緑と青が豊かな自然と水を表している。また、合併前の旧市相は、1916年9月1日に制定されたもので、デザインは、こうの字を丸く図案化したものだった。 現在でもマンホールの蓋などに残っている。高岡氏は、死の木につまま、死の花に、片籠、死の花木に桜を制定している。旧高岡氏は、死の花に、片籠、死の花木に、腰の悲願桜を制定していた。また、死のマスコットキャラクターに、越中国市、大友やかもちをモデルにした家持くんと、加賀藩主、前田利長をモデルにした利長くんがいる。 高岡市の姉妹都市、友好都市、提携都市は以下の通り。高岡市、ひいては富山県、日本のために貢献した人物が選ばれる。国籍などに関わらず、15人の人物が選ばれており、高岡市をはじめとする富山県出身の人物が多い。高岡市の市民栄誉賞は、福岡町出身の滝田洋二郎が、送り人で、 第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したことを受け、2009年に創設された制度である。高岡市の名を高め、市民に希望を与える功績を残した人物に授与される。ありがとうございます。